それでオファーしてくれたのかな今回。まあその話をしたいっていうのと、うん、花束をもらいに来る。なるほどなるほど、それ一番だけど、うんうん、ちょっとその話を詳しく聞かせてもらいたいなと思って。まあだから今言ったように、うん、2023年何をやったらいいか分かんない、はい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 、ぐらい2022年キャディーとして一日一日を悔いなくできた。なるほど。だから2023年じゃあ新たにどうしようかなって思った時に、うん、2022年以上のことはもうできない。ベストを尽くしたっていうような感じなんだろうね。ひろゆきの中でね、うん、まあ本来であれば、うん、2022年は2勝したから、うん、3勝しよう4勝しようとかっていうこともあるんだけど、うん、勝つっていう以外のこと、うん、で自分の向上心の部分だったりとかっていうところを考えると、うん、ちょっとこれ以上は向上できないんじゃないかなっていうぐらい2022年に一応やりきった感はある。はいはいはい、はい、うん、じゃあ2023年今年から加藤博之として何かウーバーイーツかなんかやる、うん、そういうんじゃない。まあでも、うん、新たなことをなんかやる、うん、やるんですよ。やるの、うん、ゴルフ関係の仕事、うん、やっぱり15年間キャディやってて、うん、朝って早いじゃん、うんうん、だいたい平均5時起きよ。それぐらいよね、プロキャディって。パッて朝起きた時に、うん、普通のサラリーマンだったら、うん、朝起きて「あ今日会社行きたくねえな」うん、とか、うん、金曜日だったら「花金だな」っつって「今日ちょっと、うんうん、頑張れば、うん、明日明後日休みだな」とかって思うと思うんだけど、うん、それが1日もなかった。ってことは朝起きた時に。ワクワクしてる。あ、毎日それがあったわけよ、はいはいはい、でキャディをやってる時はね。そうそう、うん、雨が降ろうが嫌だなって多少思うけど、うん、行ってみたらあこれ逆にキャディとしての技量は他の人よりある自信があるから、うんうんうん、チャンスだなって思えた時もあったし、うん、絶対クラブを濡らさせないとか、うん、そういうのもあったから、うん、やっぱり朝起きてその嫌だなって思ったことが一日もなかった、うん、それちょっと素晴らしいことだね。普通に世界中の仕事をやってる人ってありえない話で、うん、同じようなそういう朝起きてワクワク感だったりって残る仕事って何が今後できるかな、キャディ以外でできるかなって思った時にもともと学生の時から好きだったゴルフクラブを組み立てるとか、うん、ジュニアに対してのレッスンというかアドバイスだったり、うん、今までプロキャディでやらしまったコースマネージメントだったりとか、うん、っていうところで下を育てたりとか、うん、キャディとしてのキャディを育てるっていうだったりとか、うん、ジュニアの育成だったり、うん、まあ、トップアーマーとか、まあ、一般ゴルファーの人に対してのサポートをしたいなと思って、うん、それだったら朝起きた時に、うん、うわ今日会社来たくねえなって思わないかな。なるほどなるほど。そういや、まあ、やっぱゴルフが好きなんだね。関わってたいんじゃない。で、まあ、人と関わるのも好きだし、うん、こういうの喋るのも好きだから、うん、そっちでやっぱやってた方が自分にプラスかなと思って、うん、なんかそれで具体的な何かやるとかってあるの。まあ、一応、まあ、ちょこ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 2022年には、うん、夢平プロを中心に、うん、まあ、言ってたんですけど、うん、まあ、都内でインドアをやる。おうおうおう、まあ、その場所も決まったし、うん、今もうあと3週間後には引き渡しというか、うん、もうその物があるところをに行くんじゃなくて、うん、もう一からもう家を建てる感じと一緒、うん、はいはいはい、内装から打席の位置から、うん、さっき言ったようなクラブの工房も入れるんで、うん、そういうところを3月の頭にオープンします。場所はどの辺に。東京タワーの下。マジで。マジで、まあ、いいとこ行っちゃったよね。今ここ茨城だよね。茨城ね、花屋何個あるよ。だって東京タワーの下。いや、まあ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 、そう、まあ、あの駅で言うと、うん、まあ、JR だと浜松町、うんうん、で、うん、地下鉄かその辺だと大門駅、うんうん、大門、うん、そう、ちょっと宣伝になっちゃうけど、うん、大門の第6出口から徒歩50秒ぐらいかな、うん、近いね。そうで、まあ、JR の浜松町駅からだと、うん、これまでちょうど測ったんだけど、うん、350ヤード、まあ、短めのミドル、うんうん、まあ、なるほど。じゃあ電車でもねすぐ、まあ、2、3本バッグちっちゃいの持っていけたりとか、うん、あ、場所いいね。立
やっぱり立地が良くないといけないなと思ってて、うん、そういう都会でやるんで、うん、誰でも来やすいような感じではやろうと思ってて、行ったら何教えてくれるの？コースマネジメント教えてくれたりする？それは変な話ランドレッスンとかでもいいかな。なるほどなるほど。まあランドレッスンも考えたりしてるんで、まあ、まさかそのインドアなんでパターなんか教えてくれないでしょ。ねえ、だからやっぱりさ今インドアがさ、うん、すごい今流行ってんのよ。ブームだよね。そうブームなの、うん、やっぱコロナの、ね、うん、影響でね、うん、でいろいろ値段とかも調べたりとか、うん、やっぱ他との差を作らないといけないから、うん、そうだねそうだね、ここじゃなくてこっちに行きたいと、うん、加藤がいるところに行きたいと、うん、売りをね、そう、うん、考えた時に、うん、うちは他と違うのは、うん、僕がそこで働くんですけど、うん、もう一人、はいはいはい、人が手伝ってくれる人がいて、そのインドアで、そう、はい、それはプロのトレーナー、うん、体のケア、そう、それ魅力じゃないの？トレーニング、トレ、うん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 、実際、まあ、2022年は、うん、まあ、鈴木愛プロに帯同してた工藤トレーナー、はいはいはい、多分みんな知ってると思うんだけど、うん、基本的にはもともとは、まあ、ラグビーとか、うん、サッカーのチームだったりとか、うん、テニスのプロテニスの選手を見てて、2008年か9年から、まあ、ゴルフに来て、うん、まあ、その時の賞金女王になった諸見里とから始まって、で宮里美香プロに一緒にキャディーとトレーナーとして、はい、そこで初めて出会った人なんですけど、なるほどなるほどなるほど、その人が入ってくれると。へえ。うちのインドアは、うん、体のケアと施術室っていうんだけど、うん、体のケアができる場所と、うん、トレーニングができる、うん、部屋と、うん、打席の部屋と、うん、工房の部屋と、うん、さっき言ったように、うん、パターの部屋も作りました。パターの部屋なんかないでしょうよ。400万かけました。パター専門、うん、パターに、そう、機材とかいろいろ。で今ちょっと日本に多分数店舗しか入ってなくて、はい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 、実際入ってるところを見に行ってりしたら、うん、そのパターをしに、うん、プロがそれだけをしに来るプロも結構いる。あ、そう。だから今その場所出し代、うん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 、やるためにだけのお金を払ってそれを練習しに行く。今プロゴルファーってスイングコーチもいるんだけど、パターだけのコーチも今つけてる人が結構多くて、そのパターだけのコーチとそのプロが機械を使いたいっていうので来る、その機械を入れました。マジで？だから、まあ、売りとしては一箇所で全部できる。で体痛いなって言って、あ、うん、いいトレーナー知ってんですよ、うんうん、あのつなげときますねって、実際行くかどうか分かんない。確かに、うん、ちょっと遠かったりとか、うん、今できるそれいいね。そうそう、スイングだったりとかも、うん、ちょっとここが硬いですねとか言ったら、もうそこでちょっと5分10ケアしてもらってください、うん、戻ってきましょう、うん、ほら治ったでしょってやりたい。あ、なるほどね。これって、うん、宮里美香プロとアメリカ行ってた時に、まんまそれをやってたんですよ。へー。トレーナーと、うん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 、朝の練習場で、うん、ちょっとスイングのここがちょっと今日詰まって球が捕まえにくいって言った時に、ちょ、工藤さん来てっつって、うん、まあ、来てって向こうにいるんだけど、うん、ちょっとここちょっと詰まって今日球捕まえにくいから、うん、どうにかしてって。はい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 、はい、スイングで直せる部分もあるんだけど、うん、ケアしちゃった方が治ることもあるんですよ。なるほどね。でそこで工藤さんにいつもすぐケアしたりとか、うん、意外とちょっとトレーニングしてくるわって、打ってんのちょっと端行って、うん、トレーニングし始める時もあるの、うん、で体にある箇所負荷かけて、うん、ちょっと針を残させた状態だったりして打つと球が捕まったりする。なるほどね。そういう場所にします、うんうんうん、をその一箇所で全部できるように。そうそう、僕プロゴルファーのテストも受けてないし、うん、教える資格も持ってないんで、まんまプロにやってたことをアマチュアにやってもらいたいなと思って。なるほど。だからその工藤トレーナーが結構必要な部分、うん、で唯一僕の場合は強みとしてはそのゴルフクラブは開発から組み立てまでやってたんで、うんうん、アマチュアってスイングがいい可能性があっても、うん、クラブが合ってない可能性もあるんで、うん、そのクラブ、自分が使ってるクラブ、ゴルフクラブの
診断、うん、合ってるかどうか、うん、っていう診断もその場でできる、はいはいはい、なんならチューニングもすぐできちゃう、うん、っていう一箇所です、うん、なるほどね。外出たら、うん、東京タワーの周りランニングコースあるんだけど、うん、俺のおすすめの、うん、そこをトレーニングして帰ってきて溜まってもいいし、機材も、ね、うちで中入れるんで、うん、それでやってから打ってもいいし。それは誰でも会員っていうかなれるの？あ、なれます。そう、あのホームページ今作ってる途中なんですけど、見れるようになる、すぐ見れるようになった。料金表も全部だ今出してるところなんで、あ、ちょっとホームページ出来次第すぐしますけど、他とは差がない。それって他のインドア登録んと俺ってあんまり他人に興味がないからあの他のインターネットとかってあんまそのホームページって見ないんだけど、やっぱ知ってるそのひろゆきのインドアとかってやっぱ気になるっていうか、内容がねどうなのかっていう。でもそのなくはないと思うよ、もちろん体のメンテナンスとスイングのメンテナンスとっていうのはあるけど、数は少ないと思う。そうだね、 あるのはある。だからそれプラス攻防とパターっていうのがさらに強みかなっていうところがあるんで、そう、それでかいよね。そう、だって例えばクラブ会社にいたりクラブメーカーにいたりシャフト会社にいた人がそのちゃんとクラブを組んでくれたりっていうのをそのインドアの中でできるっていうのはもう相当少ないと思うよ。そうそうだ、うん、プロしか見てこなかった2人がやるっていうのが俺の売りなの、うん、だから俺ゴルフクラブ、うん、プロのしか組んだことないから。そうでしょ、そこだよね。アマチュアの組んだことないから、うん、そこだよね。そういう人がアマチュアのクラブを組んだりとか、うん、分解してみたらこういうことがあったんで、うんうん、あなたのスイングじゃないんです原因は、うん、とかってできるかもしれない。そうだよね、うん、だからそういう強み、うん、プロしか見てこなかった強み、うん、いや本当本当本当。まあ工藤さんに関しては一般のお客さんも体のケアをしてたんで、うん、プロしか見てないからすごい圧が強いですよっていうことはないです。なるほどね、はい、そこは逆にプロだからその方の体を見て、ね、判断もできるし、うん、でまあ工藤さんの場合はあの針も打てるんで、お今流行りの美容針もできる。そうだから変な話、来たからって一通り体のケアしてトレーニングしてゴルフやってゴルフクラブ変えなきゃいけないんだっていう頃じゃなくて、うん、美容針だけやりたいですっていう人も当たり前で OK。 それなかなか、トレーニングだけやりたい人ってもOK、うん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 、球だけ打ちたい人もOK、うん、攻防使いたい人もOK、パターだけ作る。だからもうそれは全然、それは分野別に来てもいいってことなんだね。そうそう、だからゴルフやってない人は来てもらっていい。なるほどなるほど。 その針だけやりにとか、体だけ、だけ、あ、それグリップ交換だけお願いしたいんですけどっていうのも全然全然。あ、それはいいね。だいたいさ、その一つのインドアの中でやることって、いや会員になってないとって言われちゃうこともあるじゃない。あ、それいいじゃない。で工藤さんだってあの、あ、じゃあちょっと体首がって言ってさ、こうガーンってやるわけじゃないでしょちゃんと、ね、ちゃんとね、プロ中のプロだから。そうだよね。そう、うんうんうん、工藤さんはね結構俺信頼してて、うんうん、俺もあんまり人興味ないんだけど、うん、いやマジで全然興味ないんだけど、唯一信頼できるし、唯一って言ったらちょっと失礼だけど、信頼できるし、うん、何でも相談できるし、うん、俺がそういう経験の中で、うん、ある場所が痛い時期がずっと続いてって、うん、まあ、いろんなトレーナーさんに見てもらったら、うん、そこしかフォーカスしないで、うん、揉んだりとか、うん、針打ったりとか、うん、まあ、テーピングしたりとかしたんだけど、うん、初めて工藤さんが、うん、原因そこじゃないですねそれって言われたの。あ、で、なるほどなるほど。痛い位置を全く触んないで、うん、違うところをケアしてもらった次の日が、うん、全然痛くなくなっちゃったの。へえ、これすげえ人だなって思ったのが、うん、この人がいてくれたらいいな、うん、そのエンドワーと一緒に仕事できたらいいなと思って、うん、オファーしたっていうか、うん、あの入ってもらった。ちょっとね、それはびっくりした。この話続けてもらいたいんだけど、今の話スイングも一緒なのね。おう、うん、それだけちょっと言いたかったんだけど、それでも分かるよ、言ってる。言うの分かるでしょ。結局原因ってそこじゃない。そうだよね、うん、そう。だからゴルフクラブもそうじゃん、うん、原因あなたじゃなくてクラブでしょ、うん、って可能性もあるわけじゃん、うんうんうん、そう、だからそういうのはゴルフって通じる部分があるよね。今その工藤さん、工藤トレーナーは誰かの選手に今はついて、今だからコロナになってから、うん、結局さっき言ったようにトレーナーってコースの中入れなくなっちゃったのよ、うん、今まではキャディーさんの真横にいて、うん、朝練習見て、うん、さっき言ったようにキャディーさんと会話しながら、うん、こう今日はこういう傾向だからこうしようとか言ってたんだけど、うん、今コースに入れないのよ。試合終わったらそのままお風呂場、ゴルフ場のお風呂場が体のケアをするベッドがバーっ
って並んでて、うん、そこで契約してる選手はそこで体のケアをラウンド後、うん、やってから帰るっていう流れだったんですよ。でコロナが出始めてからそれがダメになっちゃったから、うん、このトレーナーは選手のホテルに行って、うん、選手の部屋でケアをしてる。だからトレーナーさんがゴルジュに来ることがなくなっちゃったわけよ。そうするとじゃあ逆に言ったら、うん、女子とか男子ってだいたい月曜日と火曜日って休む人が多くて、うん、月曜日からのケアをして火曜日トレーニングをして、うん、水曜日から練習ラウンド行くっていうプロが多いんだけど、うん、だからあの都内でプロがそこに来てもらうっていうシステムにしようかな。いいなるほどなるほどなるほど、うんうんうん、そしたら別にホテルに行かなくてもいいし、そうだね、月曜日と火曜日はケアとトレーニングはその場所でできるから、うん、都内のいいところでやるから都内で来やすいんで、うん、来てください、うんうん、で体のメンテナンスしてじゃあ試合頑張って行ってきてくださいっていう流れできるよねっていうことで、うん、工藤プロに関しては、まあ、2022年は鈴木愛プロと契約してましたけど、うんうん、今年は時間があれば、うんまあ、誰でもっていうのもあれですけど、うん、トッププロが、うん、多分月曜日とか火曜日とかシーズンオフの週とかは来て体のケアとトレーニングもそこでやると思います。あでちょっとびっくりしちゃう可能性あるよね。一般の人は玉打ちで来たのに、うん、そのために全部仕切りというか部屋を作ってるんだけど、体のケアする部屋とトレーニングし、うん、プロスポーツ選手に会うってなかなかね、そうそうそうないもんね。来てるんですよとは言わないけど、うん、そういうことは多分ある今後あるだろうなと思って。その誰々選手のサインボールとか置いてあったり、うんするなんかみんな来てくれると思うんですよ最初は、うん、さっき言ったようにそのパターをいい機会出るからそれをやりたいとか見たいっていう人がいると思うんで、関わってきたプロって結構来てくれる、うん、で壁にサインしてもらおうかなとか。あいいね、それ専用の壁みたいなあってもいいよね。そういやもう普通にこういう普通の壁に、まあ、このスペースに全部サインして、ナイキとかはそういうのをしたりだろう、まあ、なんかそういうのを 見受けられたから、だからもう壁はいいねいいね、基本黒ベースにしました。あで白のサインをした。なるほどなるほど。松山選手の右ソックスとかそういうのはないちょっと穴がいい。そう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 、あの何個かねやっぱり僕もその去年勝った優勝のフラッグとか、フラッグああいいねとか石川遼プロとか、うん、僕が、まあ、一番男子でやっぱりこの世界に導いてくれた石川遼プロの帽子とサインっていうのは今建設パークの会社の、うん玄関に飾ってあるんですけど、そういうのをちょっと取っ払って、ねうん、行っちゃおうかなと思ってるんですけど、インドアの方にそうそういろいろね言いたいこともいろいろあるのよ、うん、なんでかっていうと本来であれば12月の日本シリーズが最終戦なんだけど、うん、男子と女子の最後の試合ってそれなんだけど、うん、それの2ヶ月ぐらい前から実は今年でやめて来年からインドアやるっていう風に公表して挨拶回りしたかったんだけど、うんうんうん、僕もまだ心残りの部分がすごいあったんで、うん、2023年もやりたいと思ってたし、うん、やると思ってたね。だから挨拶回りはしなかった、うん、こんな形でみんなに公表するっていうのも、うん、自分の中ではこういう公表の仕方は好きじゃなかったんだけど、うん、2023年になってからプロキャディやめようって決めたから、うん、今の話の流れだとインドはじゃあ決まっててプロキャディやめたんだねっていう感じには聞こえちゃう人もいると思うんだけど、うん、そういうわけじゃなくて2023年は やるはずだったの、やりたかったの。そうだよね、そうめちゃくちゃ心残りよ今も。逆に今そのインドアの話がスタートしてるのがもうめちゃくちゃバタバタって感じだもんね。そうそう今でもめちゃくちゃバタバタよ、急だもんね。そう明けましておめでとうはまだキャディだったもんね。そうよね、そうよ気持ち的に、うん、インドアでその朝起きた時にうわ今日仕事行きたくねえなってなる可能性もなくない、うん、プロキャディだったら 100% それはないからね。プロキャディと同じぐらい楽しめる場所を与えてくれた人もいるしで、それはそれでちょっと死に物狂いで頑張ろうと思ってるんで、うんまあ、ぜひみんなに来てもらって、うん、下手したらちょっとスタッフも自分が見分けてちゃんとこの人だったらいいなっていうスタッフをねまた増やして違う店舗っていうことも今考えてるんで。なるほど。でも人間に興味ないからなかなかそれ難しいなと思ってるんだけど、そうだね、そうだね、まあちゃんと人のね入ってきたらいろいろ知り合ったりもすると思うし、これだったら他の店舗出してもお客さん回していけるなっていうのがあれば追加でやっていこうと思ってるんだけど、本当はだからプロに対してすげえ申し訳ない。あまあそれはそうだよね。そう本当に去年なんかは今平修吾プロと川本優衣
プロの2選手にマックスでお世話になったんで、その人たちに2022年の段階でちょっとやめることに、やめるわっていうのが2023年になっちゃったっていうのはすごい申し訳ない。これはそれはなんで申し訳ないかっていうと、キャディーさんはやっぱ決めなきゃいけないし、はい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 、僕は2023年もこの2人にお願いしようと思ってた、ね、だけどチームが組めなくなったっていう部分だったりとか、タッグが見てて応援してくれた、ね、ファンの人もいっぱいいるんで、この前 SNS でそのキャディを辞めるっていうのを言ったんだけど、やっぱ自分が思ったより反響が多くて、直接メッセージくれた人ってプロ以外にそのファンから来てくれた人が結構多くて、ぜひ行きますってそれで言ってくれる人もいるし、本当に試合もやらないんですかっていろいろ質問だったりっていうのもあったんで、そういう意味で本当に2022年に言えなかったのは本当にプロに対して申し訳ないなと思って、まあスポンサーだからちょっとこういう場を借りて動画でも話したいなっていうのはあって、まあ、ちゃんとした、ね、誤解も、ね、招きたくないしね、ちゃんとしたことを、ね、伝えられれば。だから本当は徹君と東京読売の最終日に、そう、俺と徹君は知ってたから、この花束を持ってお疲れ様でしたと言いに行こうかなって思った時もあったの、だけどひろゆきがどこまで皆さんに伝えてるかも知らないし、最終戦だけあってメディアの方もいる、一ギャラリーとして例えば俺と徹君が行って、なんであの人たち花束持ってんのみたいななって、変なことになっても嫌だし、まあそこでね説明をする、そう、めんどくさいじゃない。その準備ひろゆきもしてなかったらもうガチャガチャになるから、改めてっていうことで、だから本当はもちろんさっきも言ったけど、この花束は本当に15年間お疲れ様でしたって綺麗な絵になるかなと思ったけどさっき先に優勝の話をしたから、ね、まあ、でも両方いいのよ両方もうとにかくね、あの残念でやめるわけでもないし、優勝は優勝で素晴らしいから、まあ、どっちにしてもっていう感じなんだけど、